マネータイムハックのりょうです。今回は投資の始め方、初心者向けだけど一生使えるという内容をやっていきます。ちなみに私は元銀行員、元証券マンで途中まで半沢直樹みたいなキャリアの人間なんですけれども、今回の動画はタイトルの通り基本中の基本です。その基本を誰でもできる簡単5ステップで解説していきます。ですが一生使えるスキルです。なぜなら経済的自由を達成した個人投資家の人たちの多くが今回解説する基本のやり方を今も実践し続けています。なので初心者向けの動画ですが、投資経験者の人もやっぱりここだよねと基本に立ち返る動画でもあります。もしあなたが投資初心者なら、まずここから始めるのを強く強く推奨します。そして投資中級者レベル以上の人も行き過ぎたリスクを取らないように、この動画の約10分だけ立ち止まって投資方針を改めて考えてくれると嬉しいです。またあえてこの基本の動画を今回作ろうと思ったのは、情報発信をするようになって今まで以上にお金に関して質問をもらう機会が増えましたが、やっぱりまだ投資の世界の基本を抑えられていない人が少なくないんです。年齢や収入、家族構成や投資経験などによって異なる、あなたのリスク許容度に関わらず、投資の基本は誰もが同じです。なので今回の動画は必ず押さえておかなければいけない内容ですので、投資を味方につけて着実に資産を増やしたいという人はぜひ最後まで見て持って帰っていってください。では早速行きましょう。初心者向けだけど一生使える投資の始め方ステップ1。ステップ1はネット証券口座を開設することです。本当に最初の最初ですが、まずはここからです。必ずネット証券の口座を開設してください。今の時代、投資をするのに対面は不要です。営業マンはいりません。なので営業マンに合わないためにネット証券の口座を開設しなければなりません。営業マンにあってはいけない理由は過去の動画の中で解説しているので、詳しく知りたい人は概要欄のリンクから覗いてみてください。またネット証券口座は2つ開設しておきましょう。2つも作るなんてめんどくさいよと思うかもしれませんが、ネット証券口座を複数持つ理由は3つあって、1つは万が一のシステムエラーに対応するためです。ネット上のインフラなので、万が一に備えておくのが無難です。二つ目は投資商品のラインナップの拡充です。証券会社ごとに投資商品のラインナップが異なるので、より幅広い対象に投資をするためです。三つ目はそれぞれのネット証券の機能を使い分けるためです。この動画で細かい解説まではできませんが、使いやすさ、機能など千差万別です。2つ作るのは分かったけど、結局どれがいいのと思った人は、SBI 証券、楽天証券、au 株コム証券、松井証券、この4つのどれかでいいです。ちなみに私は SBI 証券、楽天証券の2つを使ってます。元 MUFG なのに、系列の株コム証券使ってなくてすいません。ネット証券にそんなに大きな差はないと個人的に感じているので、トップ2のネット証券の口座を持っているだけです。2つ作るんですが、投資初心者の人はいきなり2つの口座を作ることはあまりないと思います。ですが一度にまとめて作ってしまった方が楽ですので、まとめて解説しちゃいましょう。ではここで一つお知らせです。YouTube の短い動画では話しきれないお金についての限定動画を LINE の登録でプレゼント中ですので、気になる方は概要欄から覗いてみてください。では次、初心者向けだけど一生使える投資の始め方、ステップ2。ステップ2は収支を把握することです。すごく単純な話ですが、投資をするためにはお金がもちろん必要です。そのお金を捻出するためには、まずどれぐらい捻出できるのか、この現状を把握しなければいけません。それが収支を把握することなんです。投資を始めようと意気込んだ人が途中で投資をやめてしまう要因のほとんどはこれです。なので毎月の投資予算を確保するために、今の状況は必ず把握しなければいけないんです。現状が見えていない状態で投資予算を確保しようとすることは、まさに雲をつかむとしている状態です。掴めるわけがありませんので、まずはしっかり把握するところからです。そんなのめんどくさいよと思う人もいるかもしれません。確かにものすごく地味です。ですが、お金持ちになっている人は、この作業を必ずやってきています。今お金持ちの人のほとんどは、この作業をアウトソースしているので、この地味な作業が注目されることは絶対にないですが、お金持ちになった人たちがやってきたことを、やるとやらない。どっちが良さそうでしょうか？答えは明白ですよね。収支の把握については過去の動画で解説しているので概要欄にリンクを載せておきます。まず見えなきゃ行動できませんので、まずは見える化から始めましょう。では次、初心者向けだけど一生使える投資の始め方、ステップ3。ステップ3は毎月の投資金額を決めることです。見えるようになったら今度は投資予算の捻出です。収支の状況は人それぞれ千差万別ですが、一つの目標金額は、積立 NISA で税制優遇が受けられる、毎年40万円ですね。毎月に合わすと約 3.3 万円です。まずここを目指しましょう。積立 NISA は、初心者の人が投資を始めるには、もってこいの制度です。利益に約 20% 発生する税金が、非課税になります。使わない理由がありません。もし今あなたが毎月 3.3 万円を投資に回し続けるのは厳しいよと感じてしまっていたとしたら、この動画を見てください。概要欄にリンクを載せておきます。ほとんどの人が投資予算を捻出できるようになるはずです。ただ、今までなかった投資予算を捻出することなので、必ず変化が伴います。収入を上げるか支出を下げるか。このどちらか、あるいは両方しかありません。この変化にある一定のストレスを感じる人の方が多いと思います。ですが、あなたが確実に経済的な豊かさを実現するために、できるところから少しずつ取り組んでほしいです。なので、頑張ってぜひ取り組んでください。ここまでできれば残りのステップは簡単です。登山で言えば登頂は終わっています。あとは下るだけですので、なんとかここまで登り切ってください。では次、初心者向けだけど一生使える投資の始め方、ステップ4。ステップ4は購入する投資信託を決めることです。投資予算を確保できたら、次は投資商品の決定です。投資対象は積立 NISA 対象の中から投資信託を選びましょう。最初は投資信託だけで十分です。今は投資信託だけでも低コストの商品がものすごくたくさん出てきていますので、投資信託で十分に資産形成は可能です。ただ確かに積立 NISA の対象は投資信託の他に ETF 上場投資信託もあるのですが、 ETF は投資信託に比べて購入の手間がかかりますし、上場株式と同じようにリアルタイムに値動きしているので、捻出した予算通りに投資をすることができません。なのでまずは投資信託のみの投資からで OK です。じゃあ具体的にどの投資信託を買えばいいの？この答えは単純です。一つは王道のインデックス投資の銘柄を選びましょう。理由は簡単に分散投資ができるからです。二つ目は投資対象は株式にしましょう。積立 NISA の税制優遇のメリットを最大限活かすために、値上がりが期待できる株式を投資対象にしましょう。三つ目は世界全体に投資できるものを選びましょう。しっかり分散投資をしてリスクを低減することができます。ということで結論は、全世界株式のインデックスの商品を買えばいいだけです。具体的な銘柄については、動画撮影時点である投資信託で見れば、EMAXIS SLIM 全世界株式か、楽天全世界株式インデックスファンド。このどちらかでいいですね。ちなみに EMAXIS SLIM 全世界株式については、オールカントリーのものと除く日本があるのですが、日本の投資割合は全体の運用資産の 7% ぐらいなので、この2つにそんなに差はありません。私の個人的な意見としては、日本で住み日本円で給料をもらっている人が大半なので、日本のリスクは十分に取っていると判断して、EMAXIS SLIM 全世界株式除く日本。この一択で十分かなと思っています。いやけど投資対象が株だけだとリスクが高いからバランス型の方がいいのではと思う人もいると思います。その考え方はその通りなのですが、先ほど解説した積立 NISA の税制優遇のメリットを最大化するためには、投資対象は株に集中させた方がいいです。それに先ほど解説したステップ2とステップ3で、しっかり毎月の投資予算を確保できる状態になっていれば、相場の動きに左右されずに投資し続けることができるようになるので、精神的にも安心して株に集中投資することができます。最終的には個人の好みですが、超安心を求める人はバランス型、それ以外の人は全世界株式。このどちらかで OK。これが結論です。最後の解説の前に一つお知らせです。動画を見てくださっている方で、もしまだチャンネル登録をしていない方がいれば、自分らしい人生を送るために必要なお金について役立つ情報をどんどん発信していきますので、ぜひ忘れずにチャンネル登録して無料で学んでいってください。では最後、初心者向けだけど一生使える投資の始め方、ステップ5。ステップ5は毎年定額自動積み立てで投資信託を買い続けることです。これはただのシステム設定です。毎月の投資予算を確保できる収支にして、投資する投資信託の商品を決めたら、最後はただの作業です。ただ最後のこの自動化の仕組み作りは絶対に必要です。人は意志が弱い生き物なので、この自動化の仕組みに全力で頼ります。これはどこのネット証券でも簡単に設定できます。この設定をしてしまえば、あとはほったらかしです。相場がどんなに下落しようが、何十年に一度の大荒れの相場でも、この自動化の仕組みが、いついかなる時も投資を続けてくれます。これは本当に強い味方であり、10年、20年、30年という長いスパンで、素晴らしい結果をもたらしてくれるはずです。なので、この仕組みは必ず活用しましょう。ということで、投資の始め方というテーマでしたが、今回の内容が個人投資家の王道の答えです。と言っていいぐらいのコアの部分なので、この5つのステップを踏んで、完全自動化で着実な資産形成をしちゃってください。大事な知識やより記憶に定着するようなおさらいしていきます。投資の始め方、初心者向けだけど一生使えるという内容でやってきました。投資の始め方は5つのステップです。ステップ1はネット証券の口座を開設することです。これは人に会わずにネットで取引を完結させるためです。ステップ2は収支を把握すること。投資予算を確保するためにはまず見える化からです。ステップ3は毎月の投資金額を決めることです。見える化したら毎月の投資予算を捻出しましょう。ステップ4は購入する投資信託を決めることです。全世界株式かバランス型の2択で OK です。最後ステップ5は毎月定額自動積み立てで投資信託を買い続けることです。自分の意思を信用してはいけません。完全自動化で投資をし続けましょう。このステップは初心者向けですが、個人投資家がやるべき超長期の投資の一つの答えなので、このステップを必ず実践して、経済的な豊かさを実現させちゃいましょう。最後まで見てくれてありがとうございます。もしこの動画を見て少しでも役に立ったと思ってくれた方は、高評価、コメントをしてもらえると嬉しいです。では次回の動画でさらにお金と時間から自由な世界に近づいていきましょう。